中頓別町の寿公園っていうところで、国道からこの F-104 戦闘機が見えたんで、その不思議な重力に惹かれてやってきてしまいました。F-104 ってスターファイターでよかったっけ？ああ、こんな風になってんだ、F-104。まあ、燃料タンクがあって、いつもね、まあ、F-104 の写真見るたびに、この小さい翼でよく飛べるなと思って感心してはいたんですけれども、まあ使われなくなった機体とはいえ本物を見るのは初めてです。エンジンです。エンジンはね、中埋められてます。まあそうですよね。この何だろう、増装というか燃料タンクの後ろにも羽ついてんだ。まあ、こういうエンジンが赤く塞がれてるのって割と共産圏の戦闘機によくありそうな感じはするんですけど、まあそれはいいや。初めて見た。最後の有人戦闘機っていう別名ついてましてはね、全然最後にならんかったけどさ。ああ、これがコックピットだ。いやもうね、戦闘機のコックピットっていうだけでさ、もう燃えますよね。もうなんかロマンに溢れてますよね。戦闘機のコックピットですよ。ディスプレイもちゃんとあるんですね。まあ、当たり前か。最後の有人戦闘機ですか。ああ、すごいな、これ。こんな間近で見るのも初めてだな。スターファイター、グッドバイ469566、スターファイター、北海道千歳セカンドウィング、1982年6月、勤福松ってパイロットの名前、JSDF 航空自衛隊か、崎春今野、568と書いてあります。いやー、いいね。本物の戦闘機の廃機体ですね。まあいいや、おまけで撮影しました。それでは次行きましょう。